どうも、皆さん、今回は撮影についてだよ。撮影？普段、私はメインチャンネルでアニメレビューをしてるけど、この撮影について語ることってほとんどないんだ。せやな、あんまり聞いたことないもん。撮影を含めて、作画という言葉にまとめちゃうんだよね。動画を見てる人に伝わりやすい言葉として、どうしても撮影という言葉より作画の方が伝わりやすい。ほう、作画が言い悪いみたいなのに撮影ってのが関わってるんやな。撮影処理ってものすごい重要なんだよ。どう撮影するかでシーンの印象はガラッと変わるし、その撮影処理が監督や制作会社らしさにつながってることもあるんだ。そこまで？もともとはセルガ自前にフィルムを直接カメラで撮影してたんだ。セルガのフィルムにエフェクトを乗せるためのものを乗せて、それを上から撮影することでセルガにエフェクトを乗っけてた。すごいな、そんなことしとったんか。今はデジタル作画になったから、実際のカメラで撮影するんじゃなくて、動画編集ソフトでデジタル作画をつなげて、エフェクトをかける感じになってるんだ。なるほど。でも、エフェクトとかそこまで重要なん？めっちゃ重要だよ。脇健太郎さんというアニメの撮影監督さんのツイッターで、素晴らしい比較画像があるからぜひ見てほしい。これが撮影処理してない作画。なるほど。これでも十分やけどな。でも、そこに撮影処理をかけると。おお、すんごい。めっちゃ迫力が生まれとる。特に2枚目のこっちなんかも分かりやすいね。撮影処理前は緑の破片のようなものでしかないものが、撮影処理をすることで緑の光になってて、より絵に深みが生まれてるんだ。すごテレビアニメとアニメ映画の場合はこの撮影処理が違う場合も多い。より手間をかけることでテレビでは味わえない劇場だからこその作画の凄さを感じることができるんだ。豪華になってる感じやな。撮影処理の重要さは光の表現が変わってくることなんだ。シーンごとの陰影をより深めて、シーンごとの光を見る側がより感じることができる。画面に深みが生まれるんやな。まあ見てる側としては、撮影処理前のものはほとんど見る機会がなくて、撮影処理後の作画を見てるから、作画がいい悪いとかを語るときに撮影じゃなく作画という言葉をどうしても使っちゃうんだよね。撮影監督さんの名前とかあんまり知らへんもんな。新海誠監督なんかも撮影処理にこだわりがある人で、新海誠監督のツイッターで公開されてる画像なんかを見るとよくわかる。上が実際の君の名はのワンシーンで、下が撮影処理されてないもの。わかりやす、全然違うやん。新海誠監督は光の表現を撮影処理で出すことにものすごいこだわってる。新海誠監督らしさは撮影処理と言っても過言ではないんだ。制作会社で言えば UFO テーブルなんかもそうなんだ。鬼滅の刃とかで作画がいいことが皆さんご存知だと思うけど、 UFO テーブルが注目されたのって劇場版からの境界とかフェイトゼロあたりからなんだよね。ああ、その前の作品でそこまで作画がいいとかいうイメージはないかもしれへんが、そのあたりからなんかすごいアニメーションやって感じるわ。 UFO テーブルにはデジタル映像部というのが存在してて、2007年ちょうどからの境界とかフェイトゼロとかの時期から寺尾雄一さんという方がそこのチーフになったんだ。今も寺尾さんがチーフのまま続投してる。わお、作画が良くなったってみたいに感じる時期と同じやん。彼が撮影や CG をチーフとして担当することになってから UFO テーブルらしさが生まれたんだ。 UFO テーブルのあの光の表現、戦闘シーンのド派手なエフェクトの数々、そういった名シーンの数々が生まれてる。すごもちろん元の作画、原画や動画の良さもあるんだ。それがダメならいいくらいエフェクトをかけても良い絵にはならない。でも良い絵をアニメーションとしての迫力のあるものにするためには撮影処理というのは本当に大事なんだ。あんまり表立って評価されたり話題になることはあらへんけど、撮影処理ってほんま大事なんやな。一言で言えば絵に高級感が生まれるんだよね。たかが日常のシーン、たかが背景を映すシーンでも撮影処理にこだわることによって豪華なシーンへと移り変わる。 UFO テーブルのあの絵の豪華さは撮影処理が要になってるんだ。 UFO テーブルらしいって言葉を使うことはありますけど、そのらしさには寺尾雄一さんの存在があったんやな。近年のアニメはほんと撮影処理が豪華なんだよね。作画が崩れないのはもちろん、その素晴らしい作画を撮影処理で作品の雰囲気をより高尚なものにすることで素晴らしい作品が生まれてる。そこはデジタル作画の利点やな。手書きのセルガにも味わい深い魅力がありますけど、ここまで豪華な感じに仕上げるのはデジタルやからこそできる部分があるのかもしれへんな。デジタルだったらやり直しも簡単だし、いろいろなエフェクトを試せるからね。アナログ時代にはできなかった表現がデジタルの時代だからこそできるんだ。アニメの技術の進歩やな。皆さんがいろいろな作品の好きなシーンも同じ撮影監督さんが手掛けてるかもしれない。 Wikipedia とかスタッフロール見てみると面白い発見があるかもしれないね。ちなみに YouTube とかだと各アニメ制作会社のチャンネルでいろいろな作品の撮影風景を記録した動画とかも上がってるから、そっちもチェックしてみると面白いかもね。でもあれやな、撮影監督さんの名前とかをアニメオタク同士の会話で出すのはガチな感じがありますね。監督さんとか制作会社とか脚本家とかの名前は上がりやすいけど、
撮影監督さんの名前が上がることが稀だからね。価値観凄まじいと思うよ。上級オタクへの一歩を踏み出すには撮影監督を知るべしってことなのかもしれへんな。結構撮影監督さんのツイッターで撮影処理前と後を公開してることもあるんだ。最近だと大橋亮さんがボルトのシーンを公開してたりする。おお、すごい。ほんま撮影技術ってアニメに重要なんやな。光の表現がやばいわ。撮影処理を知ればアニメをより深く楽しめる。ぜひ撮影監督さんについても調べてみてね。知れば知るほどオタク沼に沈んでいくようや。皆さんの好きな撮影監督さんがいたらコメント欄で教えてね。つとえガチオタク。ではまた次回。